皆さんこんにちは。今日は佐賀の佐賀市三瀬村、コズメ登山口にやってきました。ちょうど1年ぶりぐらいです。夕方から雨ですけど、昨日はどうしても焼き鳥ビール飲みたくて、先週の久留米の焼き鳥フェスタで帰ってきてから飲みたい気分が今週は忘れられず、ゆっくり土曜の夜を過ごしました。買い物して、お参りするところに行って、今からちょいちょいと行ってきたいと思います。金山往復、雨が降ってきたら途中で帰ってきたいと思います。そしたら僕の車以外ありませんけど、行ってきます。1年ぶり出発、11時30分。登り始めたらすぐこんな感じです。来るたんびになんかえぐれてるような感じがしますね。最初の分岐です。3年前左に行って大変な目に遭いました。あと 800m 登っていきましょう。1回目の塗装です。水はジャブジャブ流れております。かなり手で滑りますね。この辺からちょっと分かりづらくなりますね。先ほどのところから5分ぐらいで2度目の塗装です。山っぷのルートから外れてるようになりますけど、赤いテープもあるし大丈夫なんですけど、山っぷが確認できてないんでしょうね。峠間だと10分切ったぐらいだと思います。見晴らしのいいルートをコツコツ登るだけです。ここは それにしても暑い。セフリ山系の曇った日に見えてきました。コズメ峠と前、手前の分岐です。右に行ったらコズメ峠になります。左金山シーバル峠まで鬼ヶ花岩の手前ですね、先ですね。 2.3 キロ、どっちも一緒か、迷いますね。今日はでも金山に行きましょうかね。1年ぶり、さあ行きましょう。5分ぐらい登ってきましたけど、まだまだ暑いからペースが上がりません。北山の12キロ、セフリ山頂まで6キロ、金山まで2キロぐらいでしょ。よし、稜線に出た感じです。風がやっと吹いてきました、左から。それにしても久々のセフリ山系、気温と湿度が高くて体が生っぽい体になっております。涼しいところしか知らない、歩かないんで。こんなに曇ってて気温も涼しいけど、やはり苦渋に体が慣れると残念な体です。やっと尾根筋です。右も左も風が通ってきました。かなり整備されていますね。切ってもらっております。風は涼しくて22度台になってきました。やっぱ尾根はいいです。かなり待てました。まだ1時間は過ぎてないと思いますけど、普段の倍ぐらい疲れてます。西大和の分岐点です。右は行ったことありません。さあ、あと50分、金山まで頑張ります。
界が開けました。視界がまだあそこはニセピークで石の上に登れるところですね。眺望のいいとこまで登ってきました。涼しくなりました。気温21度、素晴らしい。風も涼しい。あの辺りから登ってきたと思います。鬼ヶ花岩、漁師岩山はガス取りますね。瀬振山山頂は見えております。筑後川から大川柳川あたりまで見えます。あの向こうに見えるのは正体なんでしょうか。金山が見えてきました。上は青空です。でもだいぶ下の方に雨雲が降りてきております。そして奥に雷山、そして奥、その奥が手前が岩原山、奥が雷山でしょう。途中に富士山とかもありますが、あんなとんがってる山初めて見えました。さああと20分行きましょうか。雨が降らないで来ると助かるな。ずっと足元はイノシシのヌタバで掘り返されております。ブナが怪しい。口が守りません、回りません。ずっと足元はイノシシが掘り返しております。恐ろしい。はい、尾根筋涼しいです。涼しい。これ登ったら分岐でしょうか、もうちょいでしょうか。福岡の方も少し隙間から見えますけど、カメラでは厳しいでしょう。右手に見えてきました。やっと金山が右手に、これを下って登れば金山と三杖峠の分岐でしょう。来ました。1時間20分予定通りの時間帯です。ふう、よし、お、福岡の方は晴れとります。見えるかな、映ってるかな。行きましょう。この坂登ったら金山と三杖峠の分岐になると思います。最後の登り。濡れた木が、根っこが滑ります。よし、ここが最後の登りでした。先ほどのところから5分以上歩いてきました。なかなか着きませんね、やっぱり。よし、左から巻きますか。ここは段差があります。ちょっと撮影はやめておきましょうか。分岐点に着きました。金山まで5分のとこまで、山中地蔵、三杖峠の顎坂の方から来た分岐に到着しました。あと 200m、まだ未だに誰も会っておりません。行きましょう。見えてきました。1年ぶりの金山さんです。金山ちゃん、ご無沙汰してます。原点です。
僕の山登りの原点、967m。 ありがとうございます。福岡市内はガスってます。佐賀方面、有明海、鹿島あたりですかね、佐賀市から。大川あたりも見ます。諸富、川添。さあ1時25分休憩しましょうか。おお、見えるかな、ちらっと。2時半帰ります。雨雲が来そうです。雨雲が大丈夫かな。そしたら帰りましょう。さあ帰りの分岐です。2時半休憩中に1人、今先ほど1人すれ違いました。さあ帰りましょう。涼しい、幸せです。21度、最高です。下ります。下界が見えなくなりました。雲の下になっております。下界は一面真っ白、真っ白です。後ろから雨雲が迫っております。下山するまで雨に遭わないでいけるでしょうか。見晴らしのいいとこまで来ました。茨山と雷山の間に雲が上がってきております。多分金山も下あたりまでだいぶ雲が来てたと思います。西の空には雨雲がどんどんと近づいております。急がねば、急がねば、やばい。西は黒い雨雲です。3時過ぎたところで雨が降ってきました。福岡側は真っ白です。雲でまだ久留米、佐賀あたりはうっすら見えておりますけど、雨が降ってきました。さああと40分、1時間、気をつけて帰ります。さらば。森の中もガスってきました。まだ森の中は雨が通りませんけど、多分空からは出ると思います。森の中もガスってきました。ちょっと恐怖感があるような、出てくるような暗さになってきております。まだ3時半過ぎです。小爪峠手前の分岐に戻ってきました。ここをまっすぐ100メーターぐらい行ったら小爪峠です。 2.3 キロ戻ってきました。そしたら林道登山口入ります。登山口まであと10分切るぐらいまで来ました。雨降ってるんですけど、森の中なので体には当たってきません。ちょっと下にちょっとだけ湿ってきております。あー、よかった。3時55分無事に下山しました。あー、登山口は雨が降っておりませんでした。よかった。今日は思いのほか気温も上がってなく、森の中でしたけど、現在21度、素晴らしい。よかった。本当人が少なくて、まさかの全然人
人に会いませんでした。ここにも駐車場は奥1台。今日は午後からでしたけど、天気もどうにか持って最高でした。最後までお付き合いありがとうございました。来週はどこに行きますかね。連休です。頑張ります。どうもセフリーサンキューさん、ありがとうございました。